悔やんでよかった。もうそろそろね、梅雨明けが恋しいなと、ね、お天気の青空が恋しいなという頃になってきましたけれども、こうしてね、あの梅雨の真っ只中ですね、雨降りにもかかわらず、天候にかかわらずですね、平日にもかかわらず、こうやってたくさんの、ね、お客さんにこうやって来てくださって、来ていただいているということに本当に、ね、ありがたいなと思いますしね。でほんまに嬉しいことやなと思います。なんかこうやってね、もう盛り上がってこそね、ライブっていうのは本当にあのお客さんとミュージシャンとね、みんなで一緒に作っていくもんやろうなと思いますのでね、これから盛り上げてほしいなと思います。ミキさん、伝言というね、6曲入り1000円の CD 発売中です。こちらに CD 売ってますので、ミキさんの CD、 私もこれ1枚持ってるんですけど、とってもすごくいいあの CD なので、よかったらぜひですね、お帰りの際にですね、ぜひお持ち帰りいただけたらなと思います。ミキさんの CD 1000円で売ってます。伝言というね、CD ですね。ライブどんどんね、これから進んでいきますけれども、中盤戦に入ってまいりましたら、最後ね、ですね、あのライブをこのスローミュージック終わってから交流会というのをしますので、その時間までね、できたら、盛り上げて、帰っていただきたいと思います。ということで、そろそろ大丈夫ですかね、始めていただきましょう。ミキさんです、どうぞ。Thank you.
来ました。あちょっとなんか毎回スローミュージック毎月大概出てるんですけど、なんか毎月雰囲気が違って、今日なんか今日の雰囲気がなんか日記がすごいムンムンな感じで、ちょっと今泣きたい自然にこう手拍子が起こる感じっていうのはすごくありがたくて、あの自分で手拍子お願いしますっていうのが私はとても苦手で、自然に手拍子が起こるととても嬉しいです。本当ありがとうございます。いつもはあの一人で弾き語りをしていて、本当は今日はベースの子も呼んで3人の編成でやろうと思っていたんですけど、ちょっと急遽仕事で来れなくなってしまったので、今日はカホンの永井さんのお迎えしてお二人の編成でやらせていただこうと思います。最後まで楽しんでいただければと思います。では次の曲に行きます。
ようという曲をやらせていただきました。悲しいニュースがありましたね。上野のパンダの赤ちゃんが亡くなったって、ね、亡くなったらしいですよ。今日仕事場の人とやり取りしてて、パンダ亡くなったらしいよってメールが来て、ちょっと悲しんでたんですけど、なんでかな、原因わからないけど、そう言ってました。それはちょっと置いといて、もうすぐ夏ですね。梅雨がもうね、昨日一昨日ぐらいすごい天気が良くて、私久しぶりに11月ぐらいに嵐山に普通に遊びに行って、それ以来は大体モダンタイムスとかに歌いに来たり見に来たりとか以外で、あんま京都には来てなかったんですけど、7日の七夕の日にこうほんまに普通にフラッと京都に遊びに来まして、いろんなとこ歩いてたんですけど、やっぱり京都好きやなっていつも思います。で、私は神戸に今住んでるんやけど、大阪の人間なんですね。で、まあこの歌関係で大阪の人間、そんな大阪好きじゃなかったりするんですけどね。やねんけど京都と神戸はすごい好きです。はい、大阪もきっといいとこがあると思うから探します、これからの人生。そんなわけでですね、もうすぐ来る夏を思って、私あんまり自分の曲の中では季節を意識してあんまり歌を作らない人間なので、あんまり夏の歌って言われるとないんやけど、なんか夏の晴れた感じをイメージして2曲続けてやろうかと思います。1曲はカバーで、もう1曲は自分の曲で続けて歌おうと思います。聴いてください。
ローマ字で大きい大文字で MIKI って、いう名前でいろいろ検索したら出てくるかな。
もしよかったら声かけてもらったらフライヤーとか CD とか持ってますんで声かけてください。ほんまに今日ほんまにお客さんいっぱいですね。最後はよくここでも最後に歌わせてもらう曲なんですけど、自分は実家が大阪にあってそこでもただいまっていうし、神戸に帰ってもただいまっていうし、京都は本当にモダンタイムで、ここがほんまになんかただいまって言えるすごいホッとできる場所だなと思うんですけど、最後におかえりという曲を歌って終わります。まだまだ続くので皆さんたくさん飲んで騒いで楽しんで帰ってください。ミキでした。またどこかでお会いしましょう。